美味しい食事と楽しい会話があれば最高の贅沢であるといった人がいました。この船にはその上さらに素晴らしい海の青さ、星空の美しさもあるのです。30時間の船旅をエンジョイするためにたくさんの娯楽設備が用意されています。内外のお酒を揃えたドリンキングコーナー、ダンスホール、麻雀ルーム、ゲームコーナー、お好きなところでお気の済むまでどうぞ。そしてまたこの船にはお風呂もあり、船旅のつれづれに温泉気分も味わうことができるのです。夜、東京のフェリーターミナルを出港した船は翌日、犬吠埼を通り金華山三陸海岸を左に望みながら北海道へとへさきを向けています。潮風に頬を撫でられながら美しいこの景色を見ていると、狭い日本から抜け出して素晴らしく大きな世界へ向かっているような雄大な気持ちに誘われていくのです。丸一日、太陽と潮風とオゾンの恩恵を体いっぱいに受けたこの若いグループにもくつろぎの時が来たようです。各部屋にはこのようにテレビが備え付けられ、観光案内やテレビの人気番組のビデオテープを見られるようになっています。もう明日は北海道。波の音を聞きながらどんな夢路をたどるのでしょう。